ここからの時間は一郎さんのお父さん鈴木信之さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、このねコブラクションテープとかロデムとか、はい、扱っているお兄さんの会社、はいはい、SUW って書いてある、これは、はい、スーと読むんですね。スーってどういう語源ですよね。そう知りたいんですけど、はい、実はあの鈴木なんです。鈴木の一番上取ってスーさんっていう、あ、なんかそういうことらしいんですけど、実は私の親父、はい、和康から言えばおじいちゃん、はいはい、おじいちゃんが若い頃スーさん、スーさんって呼んだらしいんですよそしたらおじいちゃんがスーさん、そしたら和康が学校行き始めて中学校行ったら、はい、スー君、スー君って呼ばれる。ああ、それが語源で、ずっとスーメイヤー。はい、そしたら今私はカラオケ屋さんでスーさんになってるんですなるほど、じゃあ、はい、そのカラオケの話はまた次回に、ま、次回もお楽しみに、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい